直澄のトラブルメーカー。皆さんトラブル、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで10月に入りました。イエーイ。ということで改編突破ありがとうございます。いや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 、本当に皆さんからですね、もうね、良かった、ほっとした、ありがとうございますっていうですね、お便りもたくさんいただいておりまして、いやこちらこそありがとうございますでございます。本当にね、もうさ、なんかラジオってさ、なんかこう予告なくパンって終わっちゃったのっていうことがたまにあったりするじゃないですか。だからもう本当にギリギリまでこういろいろやっぱりやきもきするんですけどもね。え、まあこうやって759回目、今日ね、もうあと800回までもうすぐねっていうところまで来てますし、これで14年とか5年なわけでしょう。もうね、これすごいことですよ、ほんのね。ね、ということでね、皆さんとね、まだまだいろいろね、まだまだ見たいんだ、まだまだ話したいんだ、まだまだ聞きたいんだね、そんなところでね、今週もお届けしていけたらなというふうに思っております。ということで高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。さあということで普通のお便りご紹介してまいりたいと思いますけどもね、ということで改編突破おめでとうございますというねメール、じゃあね早速ちょっとご紹介しましょう。こちら八王子市の池ですね、からいただいております。なおちゃんトラボー、はいトラボー、改編突破おめでとうございます。ありがとうございます。とてもとっても嬉しいです。皆さんからのお便りメールを通して、なおちゃんの思っているストレートな気持ち、もちろんお顔を拝見しながらお話聞けたらそれはとても嬉しいことなのですが、お顔が見えない分そのストレートな思いがより一層感じられるような気がします。耳だけで聞いて、頭の中でなおちゃんのことを想像し、思いながら聞くラジオ、心の目で見ている感じかな。今どんなことを思ってお話ししてくださっているのかな、今どんなことを感じてお話ししてくださるのかなって、その日その時のなおちゃんを感じられる場所、それも毎週約束されたお時間に、こんなにも嬉しい場所はありません。毎週コツコツと丁寧に大切に大切に作り上げてくださっている番組、届けられたお便り、メールに必ず目を通してくださっていることも知った時も、本当にリスナー皆さんのこと、大切に思ってくださっているんだなって、なおちゃんの素敵なお人柄をこんなところでも感じられて本当に幸せだし素敵な番組だとしみじみ思っています。目指せ700回がもうすぐ760回を迎え、来年の4月にはなんと放送開始から15周年、迎えるんですねって。なんですよ、すごいことですよね、15周年ね。ここまで来る間には大変なこともいろいろあったことだと思います。でも大事に大事にして番組を作り続けてくださった賜物だと思います。本当にありがとうございます。これからもずっとずっと微力ではありますが応援させてください。なおちゃんのトラメカ大好きです、ね、言ってくださってありがとうございます、ね、他にはですね、岩手県の、こうだけ食べたいからいただいております、トラボー、はいトラボー、改編突破おめでとうございます。これで777回放送が見えてきました。あ、なるほど、本当だね、あと18回ぐらい、ね、そして1000回に向けてこれからも応援してます、ね、言っていただいてありがとうございます。ね、大切に作ってるのは大切に作ってるんですよ、本当に。まあ、無駄だっていう言い方すると無駄かもしれませんけど、今日なんかもですね、今日なんかね、すんげー収録するまで時間かかっちゃったの。かれこれもう6時間、6時間ぐらい、まあ、メールも読みました、曲も決めました、大体こんな流れにしようかなって思ってからの今日ね、なんか懐かしい、今度ね、あのイベントに出させていただくんですよ、火曜酒場岩田、ね、11月24日土曜日、ね、栗橋文化会館、この間もお話ししましたけども、そんなのもあって、まあ、ちょっと懐かしい曲とかね、まあ次のね、ツアーも終わったんで次の曲どんなこうやろうかなと思ってね、いろんな曲聴いてみたりとかしてるんですけども、そっからね、なんだか知んないけど打ち合わせの時にイントロクイズみたいなのが始まって、懐かしい曲のイントロクイズみたいなのが始まって、俺がピッて鳴らすと、ね、あのすごい大作家の植木健二っていうね、あの大先生がいらっしゃるんですけど、その先生がね、もうものの数秒ぐらいで、あ、それはなんとかさんのなんとかって曲みたいな、パッて言うわけで、そうするとアシスタントのね子がね、
ふっすげえってすぐ真顔で言ってるわけですよ、そのやり取りね。それをかれこれ2時間ほど。まあ、あの旗から見たら無駄なことだと思いますよこれって。ただですよ、ただで、そのイントロのほんの 0.5 秒とか、あのシッって音だけ聞いて、あ、なんとかって曲だって言えるっていうぐらいのインパクトのある曲ね、そんな曲を作れた、そのまあ最近の曲って残念ながらあまりないんですよね。俺の中では あれだっていうのがなかなか出会ってないんですけども、その僕とかがよく聴いてた曲なんつうのはもう本当のドラムのスーッって音とかタントトンとかって、そのリフだけであの曲だっていうのが分かったりするもんなんですよね。あれってなんだろうねって、もうね、このいや昔っていうとなんかすごくなんか年取ったみたいで嫌なんですけど、でもその音作りとか番組作りとかもそうだと思うんですよね。あ、始まったー、わーって、これ、あ、これがこれ聞くと始まったねみたいな、なんつうのかな、もうすり込まれた、まあ、今週のねお題ね、ジュージュジューシーズのお題なんかもまるまるすると思い出すものみたいなのがあるんですけど、まさにそれなんですよね。俺らの DNA 的にもうすり込まれたなんかで、もうさって言った時に、あ、なんとかさんのなんとかって曲だみたいなね、それがねめちゃくちゃ楽しかったんですよ。だからそういうなんか作品作りもなんかしてみたいなっていうかね。でそっから俺の曲でイントロクイズみたいなのやったら意外と答えられず。あら、まだまだだね高橋さんみたいな。答えてたんですよ、みんな答えてたんですけど、意外とね、意外と難問なんだなって。高橋さんの曲でから始まるのが多いんですよ。息を吸い込んでから歌始まりっていう曲が何曲かあるんですけど、これ息だけで当てられたら相当だと思いますよ。この吸い方で、あ、これはなんとかって曲だなみたいな、いろいろあるんですよ。照らし出されたっていうね、入る曲もあれば、黒い白鳥とかね、まるでもあるわけですよ。まるではもうカナディアワンファイブもあるわけですから、どっちか分かんないみたいな。思いっきり間違えましたけどね。そう、全員がカナディアワンファイブじゃない方って言ったらワンファイブだったとかね。このねまるでまで聞いてんのにみたいな、ね、これがね面白かったんですよね。皆さんぜひですね、あの、まあ、友達とかと会った時に、まあ、カラオケとかね、もうそろそろパセラさんのあれ終わったのかな。あ、でもカラオケは、カラオケはね、まだね配信されてますからね、はい、そのイントロだけでなんとか、まあ、あれ G 出ちゃうからね、次のネクストサングみたいなのね出ちゃうからね、あれ見ないで当てたら意外と楽しいかもしれないです。まあ、カラオケだとちょっと違うから、あのね、この間のオリジナルカラオケの配信のやつとかだったらさ、はいはいはい、また面白いかもしれないですから、ね、あ、これなんとかかなみたいな、ね、その辺はね、いや、いいと思いますよ。あの、勉強しといてください皆さん、ね、どっかでこんなクイズやるかもしれない ね、 ね、ということでね、ぜひそんなこんなで、ね、今週はですね、たっぷりと、なんて嬉しい週ですよ。あの、改変期突破しましたっていうね、皆さんからもそういうねお便りを読みつつ、僕もきっとなんか嬉しかったんでしょうね。うん、今日ね、しかもあれなんですよ、スタジオ来る前にあんまりにも嬉しかったので普段しないランチを食べてから来ましたからね。あの、植木さん誘って、はい、昨日の夜中ですよ、1時とか2時ぐらいまで、僕は4時ぐらいまで仕事してましたけど、その仕事朝のね、その時のなんか LINE とかする時にね、なんか明日汁なし担々麺が食いたいんですけどみたいな話、夜中飛んできましたからね。そうそうこの間からずっと食いたかったの、ね、で一人で行くつもりではいたんですけど、誰か行かないかなと思ってなんかちょうど喋ってたんで、したら行くって言うから行ってみてね、そこね、いいんですよ、水餃子が食べ放題、はい、美味しかったですね。いや、食べ放題ってあんなに嬉しいのっていうぐらい、ね、食いすぎちゃいました、腹パンパンでね、ちょっと今お腹痛い食いすぎちゃった子供じゃないんだから気をつけなさいって話です。ああ、全然メール読みませんでした ね、 ね、さあ、ということで先週からですね、CM もね、まあ、今週ね、まあ、あれですけど新しくなったりとか、その CM の反響もたくさんいただいておりまして、こちら、愛知県丸市か、エメロスツアーライブ DVD 新 CM 来たー、もうかっこいいかっこいいかっこいいしか言葉が出てきません。 CM 映像だけでも会場で見たあの光景、感動が昨日のように蘇ってきて思わずグッと来てしまいました。とにかく発売日が待ち遠しくて仕方ありません。それからトラメカ改変突破おめでとうございます、
楽しかったツアーも音玉も終わってしまい、本当に本当に幸せな時間を過ごせた反動からかロスがすごく、ここ1週間はなんだか少し切ない気持ちと寂しさが入り混じったような、そんな気持ちで過ごしていました。でもトレメカを聞いていつも通り元気と笑顔をもらって、また一歩未来に向かって前向きな気持ちになれた気がします。やっぱりラジオっていいですね。それからですね、東京都のですねロンゲと赤メガネからいただきました。ちょっとエメロスターの DVD の CM 映像チョイスした人どなたですか。グッジョーブグッジョーブフレーム単位で語れるぐらいナイスチョイス。スロー再生して舐め回すように見ました。 YouTube 便利って言ってますこんなにすぐ映像で見られるなんて、高速編集ありがとうございます。この短い映像からでもいいツアーだったんだなってガンガン伝わってきますね。かっこいいな。もう DVD 本当に本当に楽しみです。すごい、こんな感じのね、熱量のある感想たくさんいただきましてね、ありがとうございます。先週からですね、いよいよライブ DVD がね発売が決定したということでね、その CM に差し替わっておりまして、初出しのね、ライブの映像がババババババッとね、入ってったんですけども、あれね、いい感じですね。やっぱりね、熱いのが伝わってくるってね、まあいう感じでございます。その DVD 発売日はですね、12月26日水曜日発売予定でございます。エメロスザ東京ファイナル新宿ブレイズ公演のですね、様子が中心にね、2枚組でございますのでね、よろしくお願いします。どこだっけ、なんかこれか、トラブルネーム立ち食いそば屋の出汁の香りはプチハピからいただいておりますけども、エメロスはファイナルと音玉が終わり、夏から秋気持ちが切り替わったのですが、楽しかった反動の心地よいアライブロスになっています、DVD 発売決定の動画でまた楽しさが蘇ってきました。12月が待ち遠しいです。発売に合わせたイベントも期待しています。12月6日イベントなどの予定はありそうですか。ぼんやりふんわりでいいので教えていただけると嬉しいです、12月6日発売日は26日ですけど、12月の6日、水戸黄門の命日ですけど、私の誕生日でございまして、この日に何かあるかってことですけど、あるでしょうね。イベント、あるでしょうね。軽く言っておきましょう。今回もですね、いろんなところ、なるべく回りたいなと思っています。だから、まだ詳細は全然、まだ全然ね、会場押さえとかしてる段階ですけども、何せ急遽ね、こんなに年内にするって話したので、会場が全く取れずにおります。でも、すごい回数を回ろうって、今回も思っておりますので、ね、楽しみに待っててほしいなと思います。もちろん、12月6日、イベントあるよ。ね、きっと、皆さんからね、なんかサプライズもあるのかな。サプライズ期待してていいのかな。12月6日、ね、楽しみでございますけどね、ぜひぜひね、その日はお明けになって、ね、その近辺はぜひお明けになって、スケジュール皆さんね、なんかあるだろうなっていうところで、ぜひですね、楽しみにしててほしいなと思います。それからですね、今月ね、その衣装のですね、コラボ衣装、ゴークさんとのコラボ衣装ね、こちらのイベントもですね、毎週のようにありますので、ぜひ来ていただきたいなと思っております。10月13日土曜日、こちら京都ギャラリーですね。10月20日土曜日14時から、こちらは、天神ビブレデンね、27日土曜日東京ギャラリー、そして新宿丸いアネックスね、2回、これ全部で4回ありますのでね、詳しくはホームページ見ていただいて遊びに来てほしいなというふうに思っております。よろしくお願いしますね。さあ、ということでね、本当にもう、ね、ライブロスだなんだかんだって感想もですね、まあおいおいまだね、DVD の編集をしつつね、こんな感想も皆さんからのライブの感想なんかもですね、お待ちしておりますし、編集、仮編集って言いますか、音源の仮編集、今 CM に使ってる音源なんかも仮編集、仮ミックスというものなんですけども、ああいうのも上がってきましたら、この番組でもお届けできたらいいななんていうふうに思っておりますしね、うん、そんなのも含めてね、ぜひぜひ今後も楽しみにしててほしいなというふうに思います。直澄高橋アライブ2018エメロスツアーのライブ DVD は、12月26日水曜日発売予定でございます。それに付随するイベントもたくさんね、やる予定でございますので、楽しみにしててほしいなというふうに思います。さあ、ということでね、ここで1曲お届けしていこうかなというふうに思いますけど、じゃあね、曲流しつつメールご紹介しましょう。神奈川県の、神奈川の友からいただきましたけども、皆様トラボータイトラボー
今年も音玉に参加させていただきました。楽しく参加させていただきました。もう本当に楽しくて楽しくて楽しくて、ツアーの瀬戸りとは全く違うと聞いていたので、始まる前に友人と予想していたのですが、歌ってほしいけどないよねきっとと話していた花火とラブシェイカーを聞くことができて、とってもとってもとっても嬉しかったです。今年は少し遅めでしたが、最高の夏の締めくくりになりました。暑くて楽しくて幸せな時間をありがとうございました。ちなみにメリーゴーランドも入ってるはずという予想は外れてしまったので、次こそはどこかで絶対と首を長くして待っていますね、言っていただいています。ということでですね、ここでその曲お届けしましょう。アルバムイズムより高橋直澄、メリーゴーランド。瞳を投げつけた同じ過ちを繰り返す自分に見えたから、回る回るよメリーゴーラン、臆病な僕はまだ悲しい。消費カロリー日本一のライブは新境地のその先へ。ライブ DVD 直澄高橋アライブ2018エメロンスツアー新宿ブレイズ、12月26日リリース。やりきったわ。充実、まあ、見つけたわ。ジャッジ充実、ジューシーズ。今週のお題、〇〇すると思い出すもの、ということでね、まず早速いきましょう。封書でいただいております、茨城県のこちらはですね、藤子のお豆ちゃん、お久しぶりですね、ありがとうございます。実は普通歌オア懐かしのポイスト明神様って書いてあります私はいつもなおちゃんの曲は全曲ランダムで聴いているのですが、最近とある現象に悩まされています。それはトリックを聞くと、皆さんトラボー高橋直澄でございます、1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうかと勝手に脳内ラジオが再生されることです。なのでトリックの歌詞が全然頭に入ってきません。どうしたものでしょうか。もういっそのことトリックを聞かずにパーソナリティごっこを続けて、高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみようで トリックに戻ってくればいいですかね。そのうちフレフレ日本でもこの現象が起きてしまうのではないかと少し不安でもあります。トラブルメーカーでは大丈夫なんですけどね、昔だいぶ前ですからね、戻ってくるんじゃないですか。ちなみに光さす声を聞くと、お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカーいかがだったでしょうかと懐かしいタイトルの、エンディングが始まります。でもこれを聞くとあれを思い出すっていう音の記憶もいいですよね。トリックは本当に困ってます。なるほど、まだなんですね、うん、そっか。トリック、あ、冒頭で言ったさ、イントロ当てクイズのトリックのやつさ、みんな、え、何って言ってたよね。シッってけで全員分かんなかったっていう感じがありましてね。さあ続きまして、こちらはですね、埼玉県しめさばからいただきました、ありがとうございます。まるまるすると思い出すもの、白と黒の市松模様を見るとトラメカを思い出します。なるほど、私にとってスタジオのあの市松模様のテーブルは聖域なので、自分の投稿したものが画面にちらっと見えるとすごくハッピーな気分になれます。改編突破おめでとうございます。これからも楽しいトラメ感がずっと続きますように。なるほど、画面にちらっと見えるとの見えるがカタカナになってるとかね、見える見える。皆さんね、本当に歌詞とかの部分をですね、メールとかこういうのでね、書いてくださるんですよね。本当にね、皆さんの中でも大事に曲をねしてくれてるんだなっていうのがね分かっ
って嬉しいですよね。本当にありがとうございます。そうか、市松模様か。俺ないな。ただ九州のライブハウスがこういうちょっと市松模様的なね、白黒のモノトーンの床だったりするんですけど、あ、そう、あれは思い出します。うん、床のところでライブハウス、ね、そうそう、ドラム、ドラム系のドラム系列のライブハウスの床がね、いつもあれを思い出すんですよ、ね。うん、おしゃれだなと思う。ですね、こちらはですね、埼玉県埼玉市の花ココからいただきました。まるまると、思い出す。私は毎年特に夏になるとミョウガを見るたびに思い出すことがあるのです。それはミョウガを食べると物忘れがひどくなるから気をつけるようにという言葉。これは祖父がもともと言い出して、それがどういうわけかミョウガを食べると頭が悪くなると変換されて伝わり、今日まで至ります。ああ、なるほど。特に母はこの言葉を信じ、出された薬味のミョウガにさえ手をつけません。なので私も今までミョウガを食べたことはなく、夏にミョウガを見て思い出すのは食べたら物忘れがひどくなって頭が悪くなるという、まさに刷り込みと食わず嫌いです。そこで直澄さん、スタッフの皆さんに質問なのですが、ミョウガってよく食されますか？どうですか、ミョウガ。そんなにしょっちゅうではないけど大好きになりましたね。子どもの頃はネギとかこの辛いものね、苦手だったんですけど、ミョウガ大好きです。で、俺ね、自分で冷や汁を作るんですよ。冷や汁、お魚と味噌汁で、冷たい味噌汁みたいなのぶっかけて、そこに大葉とみょうががあると最高なんですよね。なのでもう絶対冷や汁作るときにはみょうが欲しいな、大葉とみょうが欲しいなって思っちゃいますけどもね。うん、好きですよ、みょうが。もう生でもシャリシャリ食っちゃいますしね。うん、これ食えると大人になったなってすごく思いますけどもね。こちらはですね、福井県のスナコの魂100までからいただきました。子どもの頃、風邪をひくと紙パックのリンゴジュースを飲む習慣があったせいか、大人になった今も紙パックのリンゴジュースを飲むと具合が悪くなった気になります。やっぱり幼少期の記憶って根強く残るものなのでしょうか。私だけかと思っていたら姉弟みんなそうなるようで、あー、家族だなと感じました。あとは最近特に交通整理の誘導灯を見るとキンブレにしか見えないので、アライブを思い出して体がメキメキしてしまう。なるほどね。これね、俺うどんである。なんかね、ちょっと体調が悪い時にうどんを食べることがあるんですよ。だからなんか今日うどん食いたいなと思ってうどんを食べた後に熱出すみたいなね、そういうシステムになってますね、私。はい、もう一枚だけ読みましょう。こちら茨城県牛久市純からいただきました。まるまるすると思い出す。それは1日2回コーヒーを入れるときに思い出すのはなおくんのこと。ブログかなんかでなおくんが紙コップで飲み物を飲むとき、持つ手が熱くて紙コップを二重にして使ったことを申し訳なく思っていたことに衝撃を受けました。当時コーヒーを入れるとき、コーヒー豆の上にお湯を細く注ぐために紙コップを使ってお湯を注ぎ、コーヒーを抽出し終わった紙フィルターをお湯を注いだだけの紙コップにねじ込んで捨てて、新たに紙コップを出してコーヒーを飲んでました。1日2杯のコーヒーを飲むために4個の紙コップを使ってたわけです。コーヒーを注ぐために形が柔らかく変わるアウトドア用の樹脂用のコップを購入し、マイカップにコーヒーを注ぎました。そうして紙コップは使わなくなりました。ちょっとのことだけど意識が変わった瞬間でコーヒーを入れると直くんを思い出します。すいません、本当に未だにですね、私二重にするのはやっぱりちょっと気が引ける、そんな私でございました。本当にね、他にもいろいろ面白いのありましたけどもね、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。次回以降のお題はですね、珍しいアルバイト、そして、次の週はですね、タイミングがわからないでございます。ということで次の曲お届けしましょう。アルバムプラスより1曲お届けしたいと思います。高橋のおずみで運命の輪。やさや回る運命の輪が、穏やかな水面に落ちた朝露は鈴がね、誤解されたり勘違いされ
波風立ててバカをしてみたけど、今日が思い通りじゃなく昨日と変わらなくても、明日を変えようと思うこと、運命の輪を回す軽やかな夜に。高橋尚澄、運命の輪に乗せましてですね、天体観測行ってみたいと思いますけども、メールをご紹介しましょう。トラブルネーム匿名希望からいただきました。〇〇すると思い出すもの。スーパーで買い物をしているとき、家事をしているときに母を思い出します。先日母が旅立ち、ふとした瞬間にそういえば前に言ってたなと思い出すことが多々あります。生前よく母と一緒に尚澄さんの曲を聴いていて、この曲いいねと母が言っていた曲があります。その曲は運命の輪です。闘病中もこの曲を聴いていると励まされる、ゴールは見えているからあと少し踏ん張ろうとか、一つ丸をつけてみようのとこが好きと言っていました。この曲を聴いていると入院中にしんどかったと思うのですが、一生懸命運命の輪を口ずさんでいた姿を思い出します。今はまだ母を失った悲しみの方が大きいですが、いつかこの曲を聴いた時にはそういえばこんなことあったなと笑顔で言えるようになりたいです。職業柄たくさんの方をお見送りしてきましたが、やっぱり別れは寂しくて悲しいですね、っていうお便りをいただきました。実はですね、運命の輪、うちの母も大好きで、ちょうどボイスランデブーはもうね、一生懸命こう寄り添うってところで、母の気持ちにも寄り添おうみたいなところで作ってたアルバムでもあったんですけど、その前のね、プラスのアルバムの時にね、もう闘病はしてたんですけど、亡くなったうちの母もね、やっぱ運命の輪を聞くとなんか元気が出るぞみたいなね、なおありがとうなんて言ってくれたのをですね、このメールを読ませていただいて思い出しましたね。曲ってね、そういう風にね、いろんな人のところに届いてるのかなってね。まだね、僕もこの間ね、お彼岸の時に夢見たりしましたけども、やっぱね、ちょっとずつね、しか癒せないと思うし、きっと忘れないと思うし、思い出したらいつまでも涙は出てくると思うんですけどもね。でもね、こうやってめんぐりめんぐり順々にね、まあ、ね、過ごしていくものだと思いますのでね、匿名希望さんも元気出してね、まあ、いつか僕も思いっきり笑ってね、まあもうだいぶ笑って言えるようになりましたけどもね、ということでちょっとでも元気が出るといいなと思いつつ、運命の輪お届けしました。お送りしてきました高橋尚澄のトラブルメーカー、いかがでしたでしょうか。番組では普通のトラメー、ジュージュージューシーズ、次回以降のお題は珍しいアルバイト、タイミングがわからないでございます。そして番組の感想などたくさんのお手紙メールお待ちしております。お便りの宛先です。東海ラジオは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、東北放送は郵便番号 980-8668 東北放送、ギフちゃんは郵便番号 500-8588 ギフちゃん。番組メールアドレスはトラメカアットマーク都会デイリオ .co.jp、 高橋尚澄のトラブルメーカーそれぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送ってくださいね。ということで僕とはここまで、30分のお相手は高橋尚澄でした。また来週元気にお会いしましょう。せーの、まったねー。なれるかな君だけ。
初めて出会ったあの場所が宇宙天井超最高。消費カロリー日本一のライブは新境地のその先へ。ライブ DVD 直澄高橋アライブ2018エメロンスツアー新宿ブレイズ12月26日リリース。